宗教団体、いろんな団体はこの上の指示がないと何も用しない。聖書を読むなって言うんです。僕は人を惑わしてしまう。だから聖書は宗教の本ではありませんと言ってるわけです。真実が書いてある。だけど彼らは上から指示を与えられると怖いから。キリスト教会で一番大きな団体はどこや？カトリックだ。一般の信徒たちは自分で聖書を読んだらダメなんです。神父というのが教えることを信じないとダメなんです。だから聖書を読んだことがない人がいっぱいおるわね。私たちはそういう人と別に付き合う人はどこにもない。だからこうして見たら、皆さんこれも記録2000年前の文章ですが、えらいこと書いてあるんだよ。そうです、これが聖書ですよ。だから僕はいつも皆さんに結論的に言う言葉、宗教の本じゃありませんって言ってるんです。だからこれを知ってるか知ってないかで、あなたはこれからどう生きていけばいいか分かる。もう一度すいませんが、3ページでしたかね、すいません、3ページ、はい、もう一度その上、38、主の言葉が私に臨んだ。もう一遍言いますが、日本人の言う神でもない、造物主、すべての作り主、私たちの細胞を一つ一つ生かしている方はおる。それを主と言ってるわけです。主の言葉が私に臨んだ。人の声をメシェクとトバルの大きみであるマグの木の語句にあなたの顔を向け、これに対して予言して言え。主なる神はこう言われる。メシェクとトバルの大きみである語句よ、見よ、私はあなたの敵となる。さっぱり読んでも何のことやわからんわな。そうやと思いません？しかし言語は違う。聖書を翻訳する連中が分かってて主要な部分を隠しよるんや。主要な部分、さっき旧約聖書はヘブライ語で書かれたって言いました。その原文を忠実に訳すと、その左よ、3ページの上の段の一番隅、人の声をロシ、メシェクおよびトバルの君なるマゴグの地の王ゴグに汝の顔を向け、これに向かいて予言し言うべし。主エホは過去言いたもうロシ、メシェク、トバルの君、ゴグよ、見よ、我汝を罰せん。これが明治の初めに忠実に言語のヘブライ語から訳した日本語なんです。それじゃあ今使われている公約の聖書、その外右やね、38って大きく書いてあるところのすぐ左、主の言葉が私に臨んで、人の声をメシェクとトバルの大きみでやると2、3といくわね。それからなお括弧でしてもうて、明治初期の文語訳どう違う？えらい違いやで。今の時代考えたら、左の文語訳ヘブライ語で忠実にそのまま訳した、正直に。だからその括弧の中に囲まれているもので、大切なことで2箇所、ロシーという言葉や、ロシー、人の声をロシー、そして下の2行目の下の終わりのところに、主エホバ言いたもロシー。で右の方へ行く、今戦後訳された口語訳の聖書を見たら、ロシーは消えている。わかる？消すんです。ロシーを消すんです。今もし言語通り口語訳でロシーを入れてたら、ああロシアはウクライナに動いて、これから全世界への第三次世界大戦が起きるんやと、すごく分かる。だから明治の時には正確にロシと書いてたのに、今の時代ロシは省く。ここまでやるんですわ、人間のアホンダラは。被害者は誰や？あなたや私です。ちょっとこれ本ちょっとここに置いといて、黄色の紙、すいません、黄色の紙、今度は6ページ黄色の紙の6ページ消してくださいますか。6ページ予言通覧という本から僕はコピーしたんです、そのまま。だから
活字もさっきと同じように古い活字やろね。右上に予言通欄。聖書の言ってる予言というのはノストラダムスの予言とちゃうで、この字見たら分かるように予言というのは造物主から言葉を預かったと言ってるわけです。人間の言葉や知恵ではありません。言葉を預かりました。その通欄で文章をちょっと読むと、終わりに望みて我我が読者と共に次の言葉持って西結ぶ、何のこっちゃ。これがエゼキエルです。昔エゼキエル書ってこう書いたんですね。エゼキエル書38章および39章を読まんと欲す。エホバの言葉エゼキエルの望みて言う人の声をロシメシェクおよびトバルの君なるマウグの王、マウグの地の王ゴフ、ここにはっきりロシと書いてありますねってさっき言った。次の行の終わりにもロシ、ロシアですよって言ってるわけですね。ほんでさらに言って、マゴグは改革の後、マゴグはヤペテの子なあり思考史で人類分離の時に今日ロシアと称せられる 国土の方面に行くしこと一般に知られているヤペテという人の子孫が今日のロシアに散った。ほんでメシェクとトバルもまたヤペテの子孫である。もともとは今は大地の名前になっているけども、メシェクとトバルというのはもともとはヤペテの子だ。そしてここにロシと言えるは今日のロシアのことなるべし。ほっきり書いてあるの、ロシと言えるは今日のロシアのことだと。今から2600年も前に書かれた旧約聖書のヘブライ語のロシはここ、ここにロシと言えるは今日のロシアのことなるべし。またロ国にロシア国にモスコーという地あるは、いわゆる私はモスクワと言ってるわけですが、モスコーという地あるはここにおいては名聖区の名の名残おるものですと、さっきの改革校。次にトバルスクというところがあるが、それはトバルの名を残りおるところ、とおるものならん。かつそれ北の果ての国といい、ここは後で説明しますが、また甚だ大いなる国になるがゆえに、次の言葉や、我らはこの露国たることを少しも疑うことあたわざるなり。これいつ書かれたんや、明治31年や。